はい、こんにちは。こんにちは、東京校の卒業生の若林さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。で、若林さんもうち来てもらってもう5年ぐらい。はい、6年目。6年はい、今日はセラピスト保険のチェックで来てもらったんですけども、はい、はい、今のこう活躍状況をちょっとお話してもらっていいですか。はい、現在千葉県市川市の自宅で、自宅サロンを行っております。今は経絡小顔マッサージが非常に人気でして、そちらのお客様がちょっとずつ増えている状況です。いいですね、はい、こう受けてくださった方何ておっしゃってくださってます。そうですね、ビフォーアフターの効果が、えげつないと驚いてます。あ、そうですか、えげつないですか、はい、なんでブサイクになってるんですか。はい、カットボールのお客様とかもいらしてくださって、すごいって喜んでくださってます。あ、よかったです、はい、今経絡小顔マッサージ受けたいいう人結構問い合わせ来るんですよね。どこでやっていただけますかっていうんで、じゃあ、はい、千葉の方はそっちどんどんまた紹介しますので、はい、よろしくお願いします。とこれ見てくださってる方、当学院の入学も考えてくださってる方は見てくださってるんですけど、はい、若林さんは経絡マッサージから整体からほぼ全部ね受けてもらってますんで、はい、何かその検討してくださってる方に一言アドバイスあったらお願いします。そうですね、マッサージをお仕事にしたいっていう方はもちろんなんですけれども、自分自身とかとご家族の健康があってこそのお仕事だと思うんですが、まず家族にマッサージをした時にとても喜んでもらえます、うん、でこの技術だったら仕事でできるんじゃないって、ま、一番の味方になってくれるので、そこがこのマッサージの技術、この学院のマッサージのとても素晴らしいところだなと思います。おお、グッドです。ありがとうございます。はい、はい、じゃあこれからも頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。